長谷川清志5月7日から1970年9月2日は、日本の海軍軍人。最終階級は、肖像医、訓位等校一級海軍大将。18代目台湾総督。福井県安和郡社村出身。医師、長谷川継中の次男。海軍を志したのは、福井中学校4年在学中のことで、退学し、生息英語学校に転校。 この年海軍兵学校第31期に入校した。席字は入校時196名中7番、卒業時は173名中6番。福井中学以来の同級生に津田静江海軍中将と東林岩次郎海軍少将がいる。両者とも長谷川が中国方面で活躍する前にすでに第一戦から引退していたが、津田は 海軍士官としては珍しく中国在勤が長く、少々時代以降は第二県外艦隊や中米海軍部など中流部隊の司令官を歴任した。東林は法術学校教頭や横須賀海兵団長など陸戦指導の第一人者であった。長谷川が海軍兵学校を卒業したのは日露戦争勃発間近だったために、 練習艦隊による近遠洋公開実習を経験していない。また日露戦争後に改めて実施された近遠洋公開にも参加していない。日露戦争開戦時は戦艦、八島に上艦したが、旅順をきせつい事故で沈没した後は戦艦、三笠の組となる。日本海海戦においてバルチック艦隊と接触した直後の情景を描いた。 東条翔太郎画伯による三笠環境の図で東郷平八郎海軍大将の背後に描かれた即居儀の上から軍帽だけ見えているのが長谷川である。長谷川は水雷学校高等科を修了し、同校教官などを務めた水雷専攻の士官であった。海軍大学校を卒業後、第一次世界大戦に参戦。第二艦隊参謀として太道の戦いに参戦した。 大正6年から15年まで途中1年間帰国した以外はアメリカでの出張在勤が続く。この間アメリカの対日感情は全時悪化しつつあり、効果論も高まりを見せた。海軍武漢府では盗聴を危惧する声も存在したが、長谷川は海軍駐在武漢府庁舎内での日本語使用を一切禁じ、英語のみで会話するよう海軍スタッフに命じ、 自らなんだ後ろ暗さがないことを表明した。ちなみに、長谷川の後任として海軍中米武官となったのが山本56であり、任務引き継ぎを機に山本と進行を深めることになり、対米重視の立場を鮮明化させた。帰国後は艦長、戦隊司令官を歴任するが、この頃に連合艦隊司令長官だったのが、同郷の先輩である加藤幹事である。 長谷川と加藤では思想が大きく異なっていたが、それなりの礼節を保った。このように長谷川は思想心情を問わずあらゆる人々を許容したが、特に海軍兵学校と海軍大学校講師課程が同期の寺島県、中将とは、どっちが先に死んでも残った方が、葬儀委員長をして送り出してやると誓うほど深い友情を交わしていた。長谷川は昭和45年、 寺島は昭和47年死去であり、寺島は名役を守り葬儀委員長を務める。大陸中流の第三艦隊司令長官に就任した際には、真っ先に中国陸海軍の首脳陣と会談している。中国長官の多くが、長谷川の礼節ある態度に感服し、日中戦争で対戦した提督であるにもかかわらず、長谷川を攻める者は少なかった。 日中戦争勃発初期の第二次上海事変では海軍機がアメリカ砲艦パナイを誤爆して撃沈し陸軍がイギリス砲艦レディバードを砲撃する事件が発生した。これは東京裁判でも先犯の訴追原因となった重大事件であるが長谷川は事態を知るや早速米両国の駐在機関に遺憾の意図謝罪を伝えている。 シナ方面艦隊司令長官として、日中戦争の戦争責任を問うために、連合国軍総司令部は長谷川を逮捕したが、この時の対応に監督した、連合国側は長谷川を無罪と判断して釈放した。しかし長谷川が戦争回避に徹したわけではない。露行橋事件が勃発すると、即時にシナ派遣軍首脳と会談し、 勃発からわずか2日間で陸海軍の航空隊運用の役割分担を決定し実行に移している。第二次上海事変における都洋爆撃は世界初の試みであるが、長谷川の即断がなければ実施が遅れていたことは必死である。昭和15年に台湾総督に赴任した際、官令では、 予備役に編入される予定だったが、南進作に取り組もうとしている海軍としては、現役代償が望ましいと考え、長谷川は現役で総督となった。この時に現役総督を主張したのが、指導力のなさで知られる、及川小四郎海軍大臣だったという。及川が長谷川の現役に固執したのは、南進作の重要性も、さることながら、 海軍兵が行動機の長谷川を現役に止めたい、意向を有していたとの推測がある。台湾総督となった長谷川は、着任式後の歓迎レセプションで上機嫌になり、9時の少女を抱き上げて、膝の上に座らせ、歓迎に対する謝辞を述べた。現代の感覚から見れば明らかなセクハラで、当時でも取材班がア然とするほどはけっぴろげな振る舞いであった。長谷川は、 仲間内での宴会でも、愛人でも作って、小じゃれた、小料理屋でもやらせて飲んだくれて暮らせたら、最高だと本心をとろし周囲をあぜんとさせたこともある。もっとも、横須賀の下流会では、人気があったが、家庭生活は円満であった。台湾では公民化運動強化を、はじめ諸島普通教育義務化や、台北帝国大学予科設置など、教育普及に熱心に取り組み効果を上げた。 鈴木勘太郎内閣組閣の際に、井上成海海軍次官と共に、長谷川も大臣有力候補の一人にせられたが、井上や高木総吉などが、与内三政の続党を工作し、長谷川自身も、どうして与内さんじゃいけないんだと、与内続党を指示したために、大臣就任はなかった。昭和20年2月、軍事参議官の長谷川は、 海軍特命戦力佐越市に任命され火薬省、陳治府、水中水上特攻関係を査察し、6月12日に海軍戦備は、士気は高いが、物資不足で不備であることを天皇に報告した。海軍省配管最終日まで現役だった。戦後は永久戦犯容疑で、約2ヶ月間、菅も刑務所に収監された。孫は映画監督、脚本家の実相寺明夫。 実装時は著書怪獣な日々の中で私が作った最初の長編劇映画無情を見た後だったから祖父には刺激が強すぎたのかもしれないと語っている温厚で懐が深く度量が広い人物だったと伝えられている決断が早く思い立ったら即実行がモットーであったが一方では対話を重視し敵であろうと徹底的に会話を持ち頭を下げて 相手のメンツを立てることも辞さなかったという。大英米協調条約派と大英米強交艦隊派との対立が相次ぎ、外に対しては、イギリス、中国、アメリカとの関係が全時悪化した時期に活躍したにも、かかわらず、長谷川に対する誹謗中傷がほとんど聞かれない、ことからも人望の厚さががえる。他方、異性関係は、極めて華やかな存在であり、 当時の男尊女卑の風潮ではいた仕方がないと思われていた。井上成美は歴代ほとんどの海軍大将を無意無策の無能者呼ばわりの三党国旗をして国評したことで知られているが、長谷川に対して一定評価をして二党大将国旗だった。長谷川清から隠れた台湾の名総督。ありがとうございます。